皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ダンサーズライフサポート、通称 DLS は、生徒の安全と将来の健康を第一に考えるレッスンを当たり前にを合言葉に、元オーストラリアの政府認定バレエ学校専属セラピスト兼セミプロフェッショナルレベルのダンサー向けエクササイズ、解剖学と怪我予防のクラスの講師を担当してきた佐藤愛が、大好きなバレエを心ゆくまで続けたいダンサー、バレエの先生へ情報をお届けしています。今日のポッドキャストでは、6月1日にお送りしたメルマガでもご紹介した SNS とボディイメージについての研究内容を見ながら、ダンサーたちはもちろん、私たち大人は何をしたらいいのかを考えてみようと思います。すでにメルマガで読んだよという人も、どうぞ最後まで聞いてくださいね。メルマガでご紹介した論文は元にしてこのポッドキャストは作っていますが、具体的に今すぐできる行動をお話ししていきます。DLS にメルマガなんてあったの？という人あったんですよ。毎月1日と15日、こうやって英語の研究のご紹介だったり、最近の裏話、新プロジェクトの進行状態などをご紹介しています。もちろん無料だからご心配なく。登録方法は DLS のサイトにある登録ボタンを使ってもらうか、インスタの DM もしくは hello@dancerslifesupport.com にメールでお名前、メールアドレスとともにメルマガ登録希望と教えてくださいね。日本の携帯メール、例えばドコモとかイージーウェブなどのメールアドレスですと、海外にいる私からのメールが届かないことがあります。 Gmail やホットメールなどを使ってくださいね。ただどのアドレスを使っていても、受信箱がいっぱいだったり、迷惑メールフォルダに入ってしまうことがあるので、そちらは気をつけて。では早速本題の研究内容に行きましょうか。インスタで私がフォローしているニューヨークのお医者さん兼内分泌学者のグレゴリー・ドデルさん言いづらいですね、ドデル先生という人がいます。フォローしている理由は、今回の研究内容みたいにただの流行りとかバズってるトピックではなく、医療関係者がしっかりと論文や研究に基づいた情報を無料でネットにシェアしてくれているからなんですね。そして今回ご紹介する論文は、国際的に評価される専門家による精読を受けた科学雑誌 Eating Behaviors のボリューム49、2023年4月に形成された研究。英語名のタイトルでもちろんあったんですが、日本語に訳すると、研究名はソーシャルメディアの利用が体のイメージと摂食障害の行動に与える影響、露出時間よりもコンテンツが重要というタイトルの論文です。ドデル先生のインスタアカウントも含め、論文のリンクもこのポッドキャストのスクリプトにつけておきますね。 www.dancerslifesupport.com/episode464、 なんで英語になっちゃったんだろう、464を見に来てください。エピソード番号を DLS ブログでチェックすれば出てきますから、そちらもどうぞ。では彼がインスタに上げていた投稿の日本語訳をご紹介しますね。大学生を対象に行われた研究にて、性別と BMI を制御した上で SNS で消費されるコンテンツの種類が、ボディイメージの悪化や摂食障害的な行動と関連していることが示されました。ただし SNS の利用時間や利用するプラットフォームの多様性とは関連していません。具体的には、減量に対するコンテンツの露出が自分の体に対する評価の低下、ボディイメージ、外見の否定的な評価への恐怖の増加、そして過食の頻度の増加と関連していました。初期の仮説とは異なり、ボディポジティブ、ニュートラリティに関するコンテンツへの露出には保護効果はありませんでした。私たちが持つ体に関する物語および子どもたちの話は引き続き議論され、研究がなされる必要があります。これはソーシャルメディアを超えたものです。私たちの社会の健康がかかっています。ちょっと難しい言葉が多かったですね。一度聞いただければ分かりづらいかもしれません。ただ減量、ダイエットに関するコンテンツをソーシャルメディアで見ることが、自分の体を嫌いになってしまったり、体重が増えることへの恐怖心を作ったり、ドカ食いなどの過食の頻度を上げてしまうということが分かったそうです。しかもその逆になるようなポジティブな内容の投稿や、ニュートラル、つまり中立の立場になるような、ダイエットでもないしボディポジティブでもないような投稿をたくさん見ていても、減量、ダイエット系のコンテンツからの悪影響は受けてしまうということでした。3つのダイエットの投稿を見て、5つボディポジティブやニュートラルを見てもかもされないってことね。メルマガではここにがっかりしたという私の感想をお話ししました。
だって DLS は巷に多く流れている間違った情報に負けないように、このポッドキャストもそうだし、先月の似て非なるものシリーズライブラリーなどをお送りしてるじゃない。だけど数百億ドル以上の価値があるなんて言われるダイエット業界が、有名になりたい YouTuber やインフルエンサーになりたい人たちと手を組んで、あの手この手で消費者の目に留まるような投稿を作ってるのを考えると、太刀打ちできないんじゃないかと感じてしまったんです。ただでさえクラシックバレエダンサーは摂食障害のリスクが高い人口と言われるのに、子供たちのソーシャルメディアの時間を減らせばいいんじゃないと思った人もいるかもしれませんね。残念ながらソーシャルメディアを見ている時間と関係ないということも分かったそうです。論文のアブストラクトの最後に書いてあった文章の日本語訳もお送りします。研究結果からソーシャルメディアの利用による悪影響に対処するための取り組みは、ソーシャルメディアの利用時間ではなくコンテンツ自体に重点を置くべきだということが示されました。メルマガでは怪我予防やリハビリの最初のステップは怪我を知ることだから、私たちのできること最初の一歩は知識のインプットではないかとお話ししました。このように一般アクセスもできる研究で出されているリスクを理解する他に、ボディポジティブ、ニュートラルって何、ボディイメージって具体的に何を指すの、摂食障害の怖さとダンサーとの深い関わりは何か、ダイエット業界の悪質さと身を守る方法、栄養不足がどのようにダンサーの怪我につながっていくのかなど、このような知識を身につけること、そうすれば怪我を予防する行動だったり、リハビリで行う行動、そして長く踊っていける努力の行動など自分ができることがわかります。ではここでちょっと考えてみよう。今できる人はポッドキャストを聞きながらでもいいし、運転中やお仕事中の方は次に携帯を触るときでも大丈夫。1分だけ自分がよく使うソーシャルメディアを開いて、どんな内容が流れてくるのかを見てみましょう。私もこのポッドキャストをレコーディングしながら一緒にやってみますね。私が一番利用するソーシャルメディアはインスタです。なので今実際にインスタを開いています。そして虫眼鏡マークのおすすめコンテンツが見えるところというんでしょうかね、私がフォローしている人たちの近況じゃなくて、インスタが私におすすめしてくる内容を見てみます。では1分スクロールしてみましょう。スタバのアレンジ方法なんていうオーストラリアじゃできない内容と、メイクやコスメのアカウント、ビジネスとおすすめの本を紹介しているようなアカウントが出てきました。この1分の実験ではダイエットはもちろん、食事についてはスタバの新しい抹茶堂のコーナー以外は出てきませんでした。ではスタバをクリックして、この後に出てくる関連投稿を見てみましょう。こちらも1分にやってみます。スタバ関連から日本のコンビニスイーツなどが出てきたほか、さっきのページとあまり変わらない内容が出てきました。まあ日本語で検索しているので全部日本の情報だから私には全く関係がありません。一つだけ気になるとしたら、体型カバーの洋服アレンジ方法みたいなリールが流れてきたくらい。皆さんのアカウントはいかがでしたか？バックグラウンドとして私のアカウントでは原料などのキーワードは見せないようにという設定をすでにしてあります。しかも嫌いな情報が流れてきたらアカウントをブロックするとか、このようなコンテンツは見せないでという通報をしています。例えば自分磨きとか、好きな人のために、夏を楽しむためになど、一見ポジティブなメッセージと混ぜて読み進めていくと、摂食障害を招く行動を推奨しているアカウントは手動で着々と消していきます。投稿だけでなく、そのような投稿をしたアカウント自体もブロックしちゃいます。インスタはキーワードでブロックできたり、通報ボタンに摂食障害というカテゴリーがあるってご存知でしたか？こういう行動は問題解決にはなっていません。だって投稿を見ることには変わりないから。ただ自分を守る行動として知っておくと便利だとは思います。未成年の保護者ならこういう方法を指導しておくこと、子どもたちに。スタジオのお知らせメールや保護者会があるならトピックにあげるなどもいいアイデアかもしれません。ただしこれはインスタで1分だからできたこと。アルゴリズム的に時間が経つにつれて、つまりスクロールを続けるにつれて出してくるおすすめが変わってきます。例えば最後の方に出てきた体型をカバーする服装アレンジをクリックしたら、それに関連する投稿が出てきます。この投稿をクリックすることで次にファッションに行くこともあれば、体型カバーに進むこともあれば、ダイエットに向かうこともできるという分岐点になっているということね。例えばテレビの CM は、テレビの特集は、新聞に挟まっているチラシは、通勤通学で使う電車の中吊り広告は、お家に置いてあるお父さん用のダイエットドリンクとか、カロリーゼロなんて書いてあるドレッシングは、まずは
できることから少しずつ行っていく必要がありますが、やはり本人ができる行動には限界があるのも事実。だからドデル先生の投稿の中で、これはソーシャルメディアを超えたものです、私たちの社会の健康がかかっていますと言っているのかもしれません。ということで、みんなで一緒に考えてみたポッドキャストはここまでですが、どうぞ今日このポッドキャストで学んだ方法で皆さん自分のソーシャルメディアを楽しい場所にできるように努力してみてくださいね。最後に、先週のポッドキャストでもお話しした7月16日日本時間19時30分から21時、オンラインで行われるテイストのボディイメージについて話そうの申し込み終わってますか？学割も使って自分と家族を守る知識を勉強してくださいね。リンクはブログについていますが、インスタで @taste.food.and.life をチェックするのもお忘れなく。ではまた来週のポッドキャストでお話しましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。